こんにちは、外村です。今回はね、今このつけているサウンドピーツの新しいね、オープンイヤー型ワイヤレスイヤホン GoFree2 を紹介します。です。私ね、基本的にランニングでね、走る時とかハイキングしたり散歩したりとかっていう時に音楽を楽しむんで、まあ、実際私その外で使うんでね、やっぱり環境音ですね、聞こえないと危ないので、まあやっぱりランニングとか外でやる時はこのオープンイヤー型が欠かせないですね。サウンドピースはね、やっぱりよくご存知なんで、このオープンイヤー型のワイヤレスイヤホンに、お話をいただきます。ありがとうございます。以前ね、私このサウンドピーツの、オープンイヤー型イヤホンランフリーっていうものを紹介させてもらったんですけれども、でこれはあの左右の、ね、イヤホンにつながってるんですけども、こちらはね、完全ね左右独立式となっています。なのでね、GoFree2 の商品紹介もあるんですけれども、まあ、せっかくなので、ね、同じオープンイヤー型ということでこのランフリーとね比較しながら紹介したいと思います。まず開封していきたいと思います。どうぞ。サウンドピーツの GoFree2 ですね。耳掛け式のオープンタイプのワイヤレスイヤホンを開封していきたいと思います。早速ね、ケースを出してみたいと思います。手のひらに入る、すっぽり収まる感じですね。マウスより少し小さいかなっていう大きさですね。触り心地はね、あのプラスチックではなくて、なんていうんやろ、薄いシリコンがあの覆われてるような感じで、触り心地もいいですね。で、充電ケースを兼ねています。充電は USB の Type-C ですね。まあ、残念ながらね、ワイヤレス充電には対応していません。まず中身を見ていきたいと思います。この上蓋のね、これが説明書ですね。GoFree2 ですね。で、説明書なんですけども、他の言語とね、の中に日本語も入っているという説明書ですね。はい。とこっちはファームウェアとかのアドレスですね、情報が書かれてますね。で、ここにね、あのケーブルのイラストがあるので、おそらく、あ、そうですね、この USB Type-C ですね、A to C の充電ケーブルが入っています。こちらはね、何も書いてないので、そうですね、何も入っていないですね。はい。ではね、早速 GoFree2 をね見ていきたいと思います。こんな感じですね。取り出したらね、もうペアリング、自動でペアリングされるので、設定をしておけばね、すぐに音楽を楽しむことができそうですね。で、
このね部分が、タッチボタン、タッチセンサーになっていて、まあ、ここを押すことによってね、音量のボリュームの調整とかね、スキップしたりとかできますね。やっぱりプラスチックじゃなくてね、シリコンの優しい感じがあるので、まあ私ね、このサウンドピースさんのこのシリコンのね優しい感じ好きなんですよね。でオープンイヤータイプなんで、まあ出っ張りがねなく耳の穴を塞がない、まあこんな仕様ですね。まあ結構ね、私あのサウンドピースさんにまあ提供していただいたからっていうわけじゃないんですけど、まあデザインやこの質感ですね、触り心地とか気に入ってます。このイヤホンの重さなんですよね、まあ、このイヤホン単体で 9g ですね。まあ私今使っているのがね、このサウンドピースさんのランフリーというオープンイヤータイプなんですけども、で、ね、実際ねこのスピーカーの部分ですね、ちょっとランフリーより小さいんですかね。まずねこの商品の特徴なんですけれども、この、ランフリーもね共通なんですけども、 16.2 ミリのダイナミックドライバーを搭載しています。まあ、16.2 ミリの、ね、ダイナミックドライバーを搭載しているということで、迫力ある、ね音質を楽しむことができます。さらにですね、サウンドピーツさん独自の、ねラムダ型音響空間という技術があるんですけれども、それによって、ね、低音の迫力が、ね、さらに楽しむことができています。もちろんこのランフリーでラムダ型音響空間を搭載されていたんですけども、なんとねこの Go Free 2ではラムダ型音響空間 2.0、まあ、バージョンアップしたものが搭載されています。まあ、正直ねそんなね変わらないかなと思ってたんですけど、実際ね聞いてみるとね全然違います。すごくね、音質の進化をね感じましたね。でもちろんねこの5ランフリーでは不満なかったんですよ。私これでランニングとかね、散歩したりとかも外で全然使ってるんですけども、このね Go Free 2を使って聞くとね、ランフリーがより音のね厚みっていうかね深みっていうかねが感じられるので、今までは気にならなかったんですけど、こっちを知ってしまうとねもうこれしかね使えなくなりますね。このね、Go Free 2なんですけど、ランフリーと違ってハイレゾと LDAC 対応してるんですよ。なので、まあ、私はね iPhone なんでちょっと試せないんですけども、まあ、対応をね、機種をもお持ちの方であればよりね高音質な音楽を楽しめることだと思います。やっぱり外でね走ったりしてる時って低音がね大事なんですよね。低音が弱いとシャカシャカ鳴ってるだけで、何を歌ってるとかっていうのが聞こえづらいので、まあ、低音がねやっぱりあるっていうのはいいですね。でアプリでね、調整もできるんですね。プリセットがいろいろありますんで、まあ、私は基本的に外で聞くときはもう低音にしてます。まあ、それはランフリーの時からそうですね。もうこの Go Free 2でもそうです。プリセットを選ばなくてもね自分のね耳に合った最適な状態に合わせてくれることもできるんですね。でこれもアプリで自分の聞こえやすい周波数の音と聞こえにくい周波数の音で、AI がねの耳にマッチした最適なね、調整をしてくれるのでそれも便利ですね。まあ、それはねもうサウンドピースさんのアプリにありますんでね、便利ですね。あとね、まあ、これは両方なんですけどもマルチポイントに対応しています。これやっぱりすごく便利ですよね。まあ、iPad から、ね、iPhone とかね、PC から
iPhone とか便利ですね。ノイズリダクションも搭載しているので、まあ、実際通話してみると相手の方にもね、すごく聞きやすかったということで通話も OK ですっていうことですね。あと低遅延ゲームモードもついてます。このイヤホン単体で9時間で、このね充電式のねバッテリーケースになっているので、でこのバッテリーケースも併用すると最大35時間なので、まあ、1日ね外で音楽を楽しむこともできますね。まあ、例えばその富士山とかでも1泊2日の登山とかですね、まあ、そういう、ところでも1日これがあれば楽しめますね。防水性能なんですけどね、防水性能このランフリーは IPX の4だったんですけど、このね、Go Free 2はね、IPX の5になってるので、さらにね、まあ、こっちは水しぶきとかっていうことなんで、まあ、軽い雨とかね、汗は大丈夫なんですけども、まあ、こっちはね、もう少し強い雨とかでも全然大丈夫っていうことで、すごくね、進化してますね。でね、これが完璧な耳かけ式なんですけど、例えばランフリーの場合はね、意外とねこれがねこのフードとかね、例えば、まあ、家でもねソファーにもたれながらとかやったらここにね当たってね、ちょっと邪魔になるんですよ。ただね、これはちょっと途中でコンビニ寄ったりとかっていう時にやっぱりイヤホンしたままってちょっと失礼かなと思うので、パッと外したい時にこういう風に外せるのがいいですね。まあ、逆にねこの Go Free 2は耳掛け式なんで後ろをね、気にしなくていいっていうのはメリットですね。まあ、なのでねこの耳掛け式がいいかこのなんていうのかこれがいいのかっていうのは使う人によってと思いますね。サウンドピースさんから、また、お得な、ね、クーポンを発行してもらっているので概要欄にリンクを貼っておきますので参考にして、購入してみてください。まあ、そんな感じで今回はね Go Free 2を紹介しました。では